画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなーです。ということでね、まあもうタイトルになってると思うんですけど、今回は、ディアマザーストライクの出し方だったり立ち回りですね、についての解説ということで、まあまずはカスタム化の方からね、紹介していきたいと思います。コンバットリーグですけど、まあ僕は一番やっぱりこのマークですね、こいつがおすすめかなっていうふうに思います。これの、トレードがインフュージョン、体力の回復速度が上がるってやつですね。まあこれの何がいいかっていうと、基本的にね、やっぱ連戦に対応しやすくなりますね、体力の回復速度があると。なんで、まあこれが一番いいかなっていうのと、これですね、リアクティブアーマー、まあ単純に体力上がるよって、打ち合い強くなるよってやつです。まあね、シナプスのなんだっけあれ、名前 そう、リワインド、前に戻るやつとか、あと、FTL のね、フェーズシフトだったりでもいいと思うんですけど、まあ僕はマークが一番成功率は高いかなっていうふうに思います。で、カスタムなんですけど、KBAR のやつですね。まあ、単純にやっぱ武器が KBAR が一番強いかなっていう、ところですね。で、まあ、あとこれのいいところはストックがついてるんですよね。拡張マガジンと同じ効果がついてるやつなんですけど、これがあることによってまたね、連戦がすごく対応しやすくなってます。で、まあ僕は全部の武器にドットサイト載せる派の人間なんで、リフレックスサイトが載ってます。で、あとはグリップ、クイックドロー、そしてサプレッサーですね。まあね、なるべくつけたくはないアタッチメントなんですけど、やっぱりね、このサプレッサーだったり、あとゴーストですよね、この辺があるかないかで、やっぱ難易度がね、圧倒的に違うんですよ。当然、なければ難易度は高くなるんですけど、まあね、なんだろう、出しやすい方法っていう意味では、当然サプレッサーだったりゴーストっていうのは必須かなっていうふうに思いますね。赤点に移らないっていうのがね、やっぱ強いですね。で、パック2がスカベンジャー。まあこれは当たり前ですよね。これがないとね、連戦できないんで。で、デッドサイレンス。これも同じですね。やっぱ相手が上手いと、当然足音だったりジャンプの音で勝手に、なんだ、簡単に気づかれちゃうんで。まあこれですかね。基本的にやっぱ、自分がなるべく相手に察知されないような装備、カスタムになっちゃうかなっていうふうに思いますね。まあやっぱ、25人連続キルなんで。で、今回一応チームデスマッチでやってきたんですけど、まあ、100キルしかない中で25人連続キルなんでね、当然やっぱりタイムリミットっていうのもあるので、キルスピードもね、そんなちんたらやってらんないので、やっぱこの辺はあると単純に楽ですね 僕普通にサプレッサーやっぱつけたくないとかつけない人間なんで、いつもこれなしでやってるんですけど、特別確保を意識してなくても、やっぱ15連続キル、20連続キルぐらいは行くんですけど、やっぱね、これがね、あるとね、全然ね、楽なんですよね。なんで、やっぱサプレッサーをつけた方が楽かなっていうふうに思います。ということでね、まあ実際に、動画を流しながら声を当ててね、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。SDF が大ということでね、声を当てていき量ます。を今回はね、このマップですね。僕が解説動画で出したと思うんですけど、名前忘れちった。初心者さん狩りが行われやすいっていうふうに言ったマップですね。まあ、基本的にこういうワンサイドゲームになりやすいところでやるのが一番かなっていうふうに思います。まあ、自分が得意なマップでいいと思います。基本はね。ということでね、まあ、立ち回りの基本なんですけど、やっぱね、15連続キルぐらいまでは、まあ、自分がキルしやすい自由な立ち回りでいいと思うんですけど、15連続キルを超えてきたあたりで、まあ、ちょっと各意識し始めたあたりで、とにかく味方さんとね、一緒に行動するっていうのを意識した方がいいかなっていうふうに思いますね。やっぱね、その辺になってくると、当然感づいてくる敵もいますし、一人で立ち回ってると当然デスの可能性って増えるんですよ。もちろんキルもしやすいです。もちろんキルもしやすいですけど、その分デスの可能性も増えてきちゃうんで、15連続キルぐらいまでいったら、やっぱ味方さんとね、行動を一緒にして、なるべくデスの可能性を減らすっていうのが一番大切かなというふうに思います。特にチームデスマッチは、やっぱさっきも言った通り、ある程度キルのね、なんだろうな、テンポ、速度が求められるんですよね。ドミネーションとかね、だと、やっぱそれが求められないと思うんですよ。ある程度、なんだろうな、敵をガン待ちしてたりとか、ほんとゆっくり、ゆっくりとにかく時間かけて25人連続で倒せばいいっていう感じなんですけど、チームデスマッチだと、やっぱ100ポイントしかない中で、で、当然ね、敵の、100ポイントと味方の100ポイント、どっちに到達してもダメなんで、そういうタイムリミットがある中で25人連続でキルしなきゃいけないので、ある程度のやっぱスピードも求められるので、やっぱね、無駄にデスはね、とにかくしちゃいけないので、やっぱ15連続キルぐらいまでいったら、味方さんとね、なるべく固まって、まあ、変な話、味方さんに代わりに死んでもらう 言い方悪いですけど、でも本当ね、やっぱ、
代わりに死んでもらうまでいかなくてもやっぱ味方さんがねカバーしてくれるってことも当然あるんで、やっぱなるべくね固まって行動した方がいいかなっていうふうに思いますね。であとはあれですね、なるべく強ポジから強ポジへの立ち回りってことですね。まあ、ここもそうなんですけど、なんて言うんだろうな、こう自分からはこんな感じで敵が見えるけど敵からはこっちが見づらいみたいな、まあ自分が得意なマップだったらね、なんか何個か自分の中でここいいなっていうポジション持ってると思うんですけど、まあ僕がね動画で紹介したような、場所でも当然いいですし、自分の中でここ強ポジだなっていう風に思うところを、まあ持っておいて確保しておいて、その強ポジで何キルかしてまた他のね強ポジに移動してまたキルしてっていうのを繰り返すのが一番、可能性というか確率は上がるかな、安定感は出るかなっていう風に思いますね。ここも結構僕前線張ってるんですけど、なんだろうな、結構怖いですよね。本当ね、やっぱねデスの可能性を減らすのが一番です。本当にここもなんか平気な顔して突っ込んでますけど、僕の立ち回り結構雑なんで、本当に意識しないと。普段ね、なんだろう、解説実況撮ってる時とかじゃなくて、なんか何も意識してないで別に動画撮ってないで立ち回ってる時とか本当雑なんでね。まあ、ここも多分そうですね。ここもそう。本当に立ち回り雑なんで、やっぱね、核を出す上ではこういうね、雑な立ち回りを控えましょう。本当に。ちゃんとクリアリングしていきましょう。ここも味方がね、あっちで死んでくれて、なんで多分正面でね、敵は多分意識されてるだろうってことで、こっち行って見られて、危ねえ危ねえってこうなるんですけど、もう一回顔出しに行って、あの敵やって、ここなんですけど、多分ね、深追いしてもキルできたかもしんないんですけど、やっぱりね、もう一度見られてしまってる以上は、もう引く。ほんとね、こうね、キルを深追いするよりも、ちゃんとやっぱデスをしない立ち回りっていうのを意識した方がいいです。はい。もちろん流れに乗って、今もう、一気にね、5キル、6キルいけるぜって時は言ってもいいと思いますけど、やっぱり基本的にはデスをしないこと。これが一番優先です。はい。やっぱチームデスマッチでやる以上、なんだろう、15連続とか20連続キルしてまた1ですからやりな、また1キルからやり直しってやったら時間なくなっちゃうん で、ここあと10キルって表示が出たんで、1回コントローラーから手外してよし集中しようっていう。ほんと集中力持たない子なんでね僕は。1回この辺でね、まあリラックスしてリフレッシュして、よしじゃああと10キル集中しようっていう風に意識し直すのもねいいかなっていう風に思います。でこの辺でね、味方さんがエーペックを出してくれてる、自分が RC8 出してくれてる、かつウォーデンも出てるっていう状況なんで、ある程度ね、こう、なんだろう、キルストリークの後ろをついていくみたいな立ち回りもいいかなというふうに思いますね。特に、エーペックスなんて、ほんとね、エーペックスが通った後は、敵がいないっていうぐらい、それぐらい強力なね、スコアストリークなんで、ここはほんとね、ほんとにリアクティブアーマーなかったらっていうシーンでしたね。やっぱリアクティブアーマーが一番いいかなというふうに思います。でそうそう、キルストリークなんですけど、まあ、アドバンス UAV とかでもいいと思いますね。でも僕はなんだろうな、単純に RC8 だったりは味方が1人増えるっていう認識になるんですよ、僕の中で。そう、 RC8 がカバーしてくれてるっていう、ここもナイスカバーですね、味方助かりましたね。そう、 RC8 がカバーしてくれてるっていう風な使い方というか意識ができるので、まあアドバンス UAV でもいいと思うんですけど、特に、まあ、その辺は自由かな。で味方がそういうエーペックスが出してくれた時は、まあ、それもうまくちゃんと利用してあげるのがいいかなというふうに思います。であと1キルですね、これで。まあ、ここまで来たらもう、って感じですよね。ということでニュークリア、ディアマザーストライクということですね。結構やかましいですねこれね。まあということでね、まあ、やっぱ初心者さんに出すのは難しいかなっていうふうに思うんですけど、中級者さんとかある程度、COD に慣れてきた方だったらね、今回のことを意識したりとかカスタム意識してやってみれば、結構出せるかなというふうに思うので、皆さんぜひチャレンジしてみてくださいということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、ボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。コデツナーでした。アツパン。よくやった。司令部へ報告に来い。